皆さんどうもこんばんは。白熱フットボールタクティクスチャンネルへようこそ。本日は第81回目の配信です。ナビゲーターはタカがお届けをしていきます。どうぞよろしくお願いします。さて今日は明治安田生命 J1 リーグ第20節柏レイソル対名古屋グランパスの一戦をお届けしていきたいと思います。今日は平日の中日でして、この試合があったがゆえにちょっと仕事も早く切り上げて意気揚々とテレビに向かったんですが、残念ながら敗戦ということでございました。いやー、マリノスとそしてアントラーズそして名古屋と3連敗を喫してしまったところは、正直後半戦のスタートダッシュは失敗かなというのが正直な印象です。とはいえ去年より明らかにサッカーはいいですし、かつチームとしての決まり事とかもしっかりしてるので、ここでいかに前を向けるかっていうのが大事かなと思ってます。去年とは全然違うので、ここで下を向いてしまうと去年のようにずるずる下がっていくので、いかにこう上を向いてね戦い続けるかっていうのが大事かなと思います。というところで早速中身に入っていきたいと思います。いきましょう。はい、ということで7月の6日の週の中日にございました柏レイソル対名古屋グランパスホームでの一戦は残念ながら 0-1 での敗戦でございます。すいません、深いため息をついてしまいましたが、この名古屋の1得点も前半の4分でのゴールです。サッカーでの前半の5分後半の5分、いわゆる開始早々って集中しろってよく言われるんですよね。私もサッカーをやっていて、高校サッカーの時に結構ボールをつなぐチームにいたんですけど、ボールを前にロングボールズドーンって蹴ったりすると怒られるんですよ。そんなチームにいながらも監督から前半の5分と後半の5分だけは蹴っていいよっていう風に言われてたぐらいなので、それぐらいこの前半の早い時間とか後半の早い時間って集中しなきゃいけないんですけど、そこでの失点はそれはガクッときますよねというところで、このマテウスのゴールが決まってしまって、名古屋らしく1点を守りきって名古屋は逃げ切ったと、そんな試合だったかなと思います。シュート数支配率はもういいです、スルーさせてください。はい、でポイント3つ記載をしました。1個目、これはね、ライン間をうまく使われたなっていう印象です。何よりも今日のこのレオシルバー、そしてインサイドハーフの稲垣仙斗、この要は中盤の3枚が上手にレイソルのライン間をついてきたなっていうのが散見されました。この辺は少し次のボードでお話をします。そして、2個目、これもお話をするんですけど、このレイソルと名古屋の今日の試合の一番の違いは、この最前線の選手たち、名古屋でいうマテウス、柿谷、柏は前半武藤でしたけど後半から2トップにしたので、武藤と小山津ないしは森と細谷、あの辺の2トップ、最前線の選手の運動量の違いですね、アクションの数です。ここがやっぱり違ったので、お互いの2トップの動きが生み出す相手のバックラインの揺さぶりってのが名古屋の方が多かった。要は名古屋の2トップの方が動き回っていて、レイソルの最終ラインをかき乱したかなと。逆に柏の方はいまいちそこが機能せずに名古屋のバックラインがうまく守れてしまったかなっていう印象がありました。この辺は少し次もお話をしたいと思います。そして3つ目、これも簡単にお話をするんですけど、次のボードでね、ビルドアップの時にもう少しだけこの3センターの脇ですね、この2枚の立ち位置、特にユージの方かな、古賀はこの辺うまいんですけど、ユージの方の立ち位置を少し変えてあげるともう少しビルドアップがスムーズになる、相手からすると嫌なんじゃないかなっていう部分はあったので、この辺は少し次でお話をしたいと思います。ってなわけで早速中身に入っていきたいと思います。いきましょう。はい、それではポイントの2つは同時にお話をしたいと思います。1個目のライン間をうまく使われたよねっていう話と、そして前線のアクション量の違いっていうところも同時にお話をしていきたいと思います。で、今レイソルのフォーメーションをそのまんまプレッシングの局面にしましたので、中身見ていきましょう。レイソルがこう攻めていくっていう格好です。で、うちは今日武藤ワントップに置いて小山津とサビオが2シャドウっていう感じにいました。なのでフォーメーション的には 3-4-2-1 っていう、そんな格好でしたね。で、
ピーポー言ってますね。私もこのまま連れてかれたい気分ですね。はい。まだ置いといて。で、レイソルのプレッシングは、武藤が相手のセンターバックについて、小山津とサビオが3センターの脇にプレッシングに行くっていう格好になってました。で、これ見れば分かる通り、こうやってはめてみると、このレオシルバが浮くんですよ。ここね。で、こいつをどう見るのかっていうのが、特に飲水タイムの前は不明瞭でした。で、特に前半、特に開始早々ぐらいって、結構前からガツガツ行けっていう指示があったっぽくて、このドッチと C8 がもう横関係のまんま前に行くんで、レオシルバどっちにつくの、どっちがレオシルバつくのっていうのが不明確だった部分があります。そしてこの2人が横のまんま上がるもんだから、要はこの稲垣と銭湯がちょうどこのうちの最終ラインとこの2列目のライン間にうまいところにいるわけですよ。ここのスペースが空いちゃったっていうのが一つポイントでした。だからここうまく使われてしまったっていうのが往々にしてあったなっていうのが今日の前半の、特に前半です。で、ちょっとねこれまずいよっていう風になったところで、まあ、あの飲水タイムに入ったんですよね。で、何を変えてきたかっていうと、基本的にはどっち C8 はどっちかは必ずレオシルバについて、どっちかはちょっと下がってインサイドハーフを見ろっていう、そんな指示をしたと思います。なので飲水タイム開けてから明確にレオシルバにはどっちかがついてるっていうのが多かったので、そこから若干安定しました。前半はここが横関係のまま前に行って、レオシルバを経由してこの稲垣とか銭湯にパスがスポンって入るっていうのが結構多かったんですよ。それが嫌がったので、この2ボランチのどっちかはレオシルバについて、もう片方はカバーリングに入れっていう、そんな指示が、まあ、飲水タイム明けにあったかなというような印象です。で、ポイントの2つ目、最前線のアクション量って話です。これは要はこのレイソルの最終ラインと2列目のライン間を使うっていうふうに言った時にも、このバックラインが要は前からグイッグイッと行けば、ある程度このライン間って狭くなるので結構ボールって取りやすくなったりするんですよ。ただこの3枚がなかなかこう高いとこに行けなかったっていうポイントが、この名古屋の2トップのうまさですね。これマテウスと柿田に画面からギリギリ切れてましたけど、裏抜け、あ、すいません、なんか出てきましたね、ごめんなさい、裏抜けのアクション、下がってくるアクションっていうのがすごい多いんですよ。で、決してこの一直線だけじゃなくて、斜めのランニングとか片方がこういったら片方はこう折れるとか、このツートップのアクションの量と質が素晴らしかったですね。だからこの3センターがかき乱される、ついていくのか、いや下がるのかみたいなのがすごくこうあやふやになってしまって、なかなかこう前にグッと上げられない、ここにこうライン間のせめぎ合いにずっとやらされて、ずっとこうまた出てきましたね、すいません、はい、またこうズルズル下げさせられるっていうのが非常に多かったです。だからこそ前から行く2ボランチ、この相手の前線の駆け引きにやられてズルズル下がっちゃううちの3バックで、ここのライン間がどっぷし空いちゃう、そこにうまくボールがスパンと入ってくるよね、さあそのままカウンターでズルズルいかれちゃうよねっていうのが非常に多かった感覚ですね。ここがね、あのレイソルとの違いでした。で、ここのインサイドハーフには、極論センターバックが1枚ついて、こいつが降りればこんな感じでつけるわけですよ。ただこのセンターバックが自信を持って前にグッといけなかったのは、この柿谷とかマテウスのうまさがあったかなというような印象です。はい、そんなところでちょっと名古屋のこの前線の2枚のアクション量との質が素晴らしかったかなっていうのが今日の違いです。逆にレイソルは、まあ、後半から2トップにしましたよね。武藤と小山津を2トップにして、まあ、いわゆるこのミラーゲームにしました。こうすればある程度ここのマーカーって明確になるので、若干C8が遠いけど銭湯についてはサビオ、稲垣にはどっちって感じで、こんな感じでつけるので安定したのは後半です。で、レイソルも同じようにここのライン感をうまく使うっていう意味では、いかにこの小山津とか武藤、まあ、武藤は上手ですね、その辺はね、
特に後半の後半が出てきて、細谷とか森っていうのはスマートに動きたがるタイプなので、無駄走りをしないというか、そういう印象があったかなっていう。武藤は結構もう嫌がら、相手の嫌がるこの斜めのランニングとかするんですけど、下がってくるとかね、こういう動きがいろんなことができるんですけど、森も細谷もなんかこの辺でこう待っちゃう感じの節があるので、ちょっとこのツートップのこの動き出しが少なくて、名古屋のこのスリーセンターも比較的こう守りやすかったんじゃないかなっていう風な印象です。ここがやっぱりレイソルのフォワードが相手のラインを下げさせるっていう意味であったりとか、このラインのこのズレを作るっていう意味でも、あのツートップの関係を使いながら一人が抜けて一人が下がる、もしダメだったら動き直すとか、そういうあのいやらしい動き出し、その量質ってのをもっともっと今日のマテウスとかカキサレみたいに極めていくと、少しずつこういうね、あのライン感が空いてくるっていうのはあるかなとは思いました、というのが私の今日の感触でございます。はい、はい、最後に一つだけ、あの3つ目のポイントでお話をしたビルドアップの時の3センターの脇のセンターバックですね、ここの立ち位置の話だけさせてください。これはねトスとかうまいんです。これただレイソルはもうちょっと上手くなるといいかなと思ったポイントですと。局面的にはレイソルのビルドアップの局面で名古屋がプレッシングに来てると思ってください。で、何かというと、要はこのユージと古賀の位置取りです。例えばこの局面、亀島がボールを持ってます。柿谷がプレッシングに来ました。この時に高橋裕二のポジショニング、ここにいると別に名古屋からすると全然怖くないわけですよ。ここにパス出されてもそのままマテウスが行くだけなので、こうやってね。ただこの高橋裕二のポジショニングをちょっと工夫してあげると、例えばここに来てあげると、これマテウス無理なのでセントが来るんですよ。そうするとサビオが若干空きますよね、ライン間で。ないしはシーハシがまたここで受けて、こんなのできますよね。これをいつもいる位置より気持ち2歩前にしてあげる。感覚的にはこのマテウス柿谷のこのラインより前にいてあげること。もっといいのはこの名古屋の場合、まあ1点取ったってのもあったので、これ完全に5-3-2っていうブロックを作ってましたので、一番いいのはこの3枚のブロックより気持ち前なので、ここから一発でボンってボールが入った時に先頭が間に合いませんってところにボールが入ってあげると、これ局面的にはここでボールが運べて、まあ要はここが2対1になるわけですよ。これでオメナミが高い位置を取れる、サビオもインセイドに絞ってこういうアクションができるっていう、そういうところもあって、このユージのポジショニングって結構大事なんですよね。結構ね、ここのね太陽はこの辺うまいんですよ。結構この辺までちゃんといてあげて、この稲垣がアプローチに行かなきゃいけないとか、ないしは行っても間に合わないからどうしようっていうところにいたりするので、この辺うまいんですよ。こういうサイドのセンターバックの選手たちのポジショニングによってビルドアップが一歩楽になるんですよね。ここを少し極めてあげると、もう少しビルドアップがまあスムーズにいくかなとは思いました。もちろんですよ、これここにいたらパスがこの辺で引っかかっちゃって絡め取られましたってなった瞬間って、ここスカスカなんで、それは怖いです、リスクですよ。だからある程度こう下がってもらった方がいいんですけど、まあ、今日みたいに負けてる試合とかっていう場合はちょっと怖がらずに一歩前に行ってあげる、有事の場合は二歩ですね、前に行ってあげるとビルドアップは少し楽になるかなとは思ったというところ、これはあくまで私の少しアドバイスというか、まあ、思ったポイントなので少しだけお話をさせていただきました。はい、はい、最後は次節のプレビューでございます。次節は今週の土曜日ですね。はい、土曜日ですか、今週の日曜ですね、すいません、日曜日に鳥栖戦でございます。でポイントを4つ記載をしました。1個目です、鳥栖はとにかく私は勝てる印象がないんですよね。直近のリーグ戦3試合見てももう2点差以上つけられて負けてるとか、なんか勝てない印象があるんですよね。はい、だから嫌いです嫌いです
そして、2個目です。今日鳥栖は確か試合がなかったですよね。鳥栖の中でコロナの感染者が出てしまったので、確かチーム活動が停止しているというところですよね。はい、試合の開催ができるかっていうところも少しポイントかなとは思ってます。そして、3つ目、直近のマリノスもそうですし、アントラーズもそうですし、グランパスもそうですけど、まあ、先制点取られてるんですよね。やっぱそこはね、レイソルとしては、まあ、先制点取って逃げ切るとか、先制点取ってからカウンターがはまるっていうチームなので、まあ、なんとか先制点取りたいなっていう気持ちは強いです。なのでとにかく大事な先制点、追っかける展開っていうのは極力作りたくないなという感覚ですね。はい、そして4つ目です。まあ、レイソルもトスもハードワークをするチーム同士の一戦、そしてこのクソ暑い中での試合ということで、まあ、徐々に疲労も溜まってきてるでしょうというところで、なんとかこの試合も勝って、この試合は勝って後半戦に弾みをつけられるような試合にしてほしいなと思ってます、ということで、また次回は私がお届けをしていきます。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。